まず何かに集中するのを教えた方がいい。はい、はい、じゃあこちらおやつに対して寄ってきたら今一粒食べてます。あ、食べてない。そうそう、私からしたら食べないかもしれない。ちょっと飽きてきてる。なるほど。あ、食べてない。食べてない。食べるしかじゃき。そうそうそう、この誘導で連れてくることを教え、出してた、出してた。でも初めてさ、食べ終わったらめっちゃあれだよ、何回も出してる、出して、あ、食べ終わったらお尻を押さえます。あ、お尻を押さえたら喜んじゃった。喜んじゃった。喜んじゃった。もう喜んじゃった。実つきが6ヶ月ですもんね。犬種は何ですか？何で？ミックスです。ドイツとポメラニアン。あ、ポメちゃんのね。今散歩始めたんですけど、散歩にならないんですよ、もう気がち。ですよね。で、その散歩をちゃんとできるようになりたいのと、拾い食い。あー、なるほど。何でも口に入れちゃうので。まずね、ここでお座りができないと、見て、基本的に何もあのお座りが一番簡単なの、簡単なんで、今ポリスに切り替えてます。で、ポメちゃんが入ってて6ヶ月、結構体しっかりしてるんで、あのポメラニアンってかなり勇敢なんですよ。で、私と会う犬種なんです。で、私と会うってことは強いんですよ。あ、やだやだ、はいはいはい、ごめんごめん。頑張ってよ、少しぐらい。頑張って。嫌なことされるとすごい抵抗してた。ですよね。あの、今あの明らかに私ちょっと怒ってる。尻尾、尻尾下がったでしょ、うん、上がるの。なんで？すごい怒る。ね、あ、ごめんごめん。そんなそんなしないで。そんないいじゃない。困ったの、これぐらい、これぐらいいいでしょ、座ってあげるよ、だってこの辺も大丈夫。今、ここを動かないように固定して撫でながら少しお尻、さっきの加減わかりますよね、リオくんの顔が一緒に押さえたから、あなたにそーっとかけるだけなんですけど、この子はそれ受け入れるのすごい嫌なんですよ。そしたら、いやーしないねー。で、この子はそれがとても嫌。